エンドブレイカーとは日本のプレイバイウェブゲーム及び同名のテーブルトーク RPG。他者の瞳を覗き込むことで数週間後にその人物の身に起こる劇的な変化を見る能力を持つエンドブレイカーが不幸なエンディングを阻止するため活躍するファンタジー。プレイバイウェブはトミー・ウォーカーの TW シリーズ3作目であり、 プロットゲアンとシステム制作はグループスンが担当。メインイラストレーターは左。テーブルトーク RPG はグループスンが制作し、新規嫌者より発行。本作の世界観では職業に応じたジョブを持っており、農夫や漁師、家具職人などといった一般的なものなど様々なものがある。中には、 鍛錬を積めば、アビリティを使用できるジョブがあり、PC がつくことができるジョブは、エンドブレーカーに覚醒した者が一人でもいることが、条件である。なお、過去の TW シリーズとは異なり、ジョブごとの武器の装備制限が撤廃されている。ジョブに関係なく、好きな武器を使うことが可能。エンドブレーカーの世界において、キャラクターがつくことができるジョブには、以下のものがある。以下の並び順は、 キャラクター作成ページで表示される順。TRPG 版、エンドブレーカーは、同名の PBW と同じ設定とゲームシステムを使ったファンタジー TRPG。グループスンが制作し、2010年9月に、新機嫌者より進化規範のルールブックが発行された。ルールだけでなく武器のデータなども、すべて PBW と共通であるとされている。ただし、 物語の舞台として PBW では未登場の都市国家ランスブルグが当てられている。判定には六面ダイスを2個以上使用する。ありがとうございます。